さあ、年始も始まりました。ザヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そしてリモート解説おなじみ福本さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、今回は水木ちゃんでございます。もう番組ではおなじみ村上春子さんとですね、なんと愛媛県のリザーバーをですよ、おかっぱりで南岸でございます。はい、村上さんのおかっぱり久しぶりですね。はい、まあ、釣りはいい季節なんですよね。本当でございます。どんな釣りなのか楽しみですね。はい、もうとりあえずおかっぱり情報は本当欲しいですからね、はい、どんな風にルアーを回していくとか、どういうところを狙っていくのかというのも見てとても参考になると思う。それでは行きましょう。どうなったか VTR スタート。愛媛県新宮ダムにやってきました。今回ご一緒していただくのは村上春彦さんです。村上さんとの新宮ダムは何回か来たことあるんですけど、いつもなんかちょっと季節が違って景色も違うので、今日もまた新宮ダムの新たな一面が見られたらいいなと思います。頑張ります。さあ、この辺で待っといてくれということなんですけども、今日は私が待つタイプですね。あ、来ました。 おい。おはようございます。おはよう。めっちゃいいですね、天気ね。涼しいな、やっぱり。すがすがしい。もっと暑いかと思ったけど。確かに。はい、というわけで最初のポイントに降りてきました。うん、見てこの綺麗な水ね。めっちゃもうなんか緑、真っ透明。ブラックオリアン。おお、本当だ。大きいで、あれ。まあまあ。おお、一発目からバスの姿が見えるという。向こうもこっち見てるからあれ、いっぺんこっち覗きに来たと思うね。だからあんな感じでおるんやと思うんだよな。今日はさ、はい、軸となるワームを持ってきた。最近ほら、うん、急な天気の変化あるやん。その時にさ、大水が出るやんか。はい、大水が出た時にこういう流れ込みからさ、ミミズが落ちてくのね。で、ミミズの色を作ったんで、これを軸として。青ミミズと赤ミミズとあって、はい、微妙な違いやで。こっちが青ミミズ、こっちが赤ミミズだそうです。そうそうそう。一緒ですよ。スプリットショットにしよう。それはスパテラの4インチ。あ、それの赤ミミズ、青ミミズという色。ライアミの、はい、チョンガケ魚やね。はい、一回それピューンって投げて、はい、スプーンを濡らしてほしいの。これを何回かやってほしいの。それでラインが表面張力で、馴染むから、スプールから急にバラバラバラっとこう出ない。必ずそれをやるだけでトラブルは防げます。じゃあ行きましょう。はい、さあ前進みましょうか。ここの2匹の魚を見ててもしゃあないから。あ、おった。もうすでにおるわ。こういう感じでおんねんな。あー、もういやいやバスやわ。元気ないですか。元気ないというか、やる気ないというか。巻くのはゆっくりですか。この辺で一遍やってみようか。重りだけタン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 と動かしてみ。ワーム無視して重りを、そうそうそう、トン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 ってなってるやん今。その重りが餌で、後ろから小魚が追いかけてるように見えへん。あー、なるほど。わかった。わかりました。そういう役目も果たしてるんですね。そう、もっと軽くするかもしれへんけど。あ、ゴリが寄ってきた。え、ゴリが寄ってきた。寄ってきたやろ。ほんで重りの方にも寄ってくるやろ。本当ですね。だからその重りが餌で、そんだけ影響力あるから。え、かわいい。これ永遠にできる。かわいい。しまった。絶対神いるわ。ないよな。なあ、コンビニで顔忘れた。当たった。お、今な、この話したからな、もうちょっと間を置いて合わそうと思ったんや。バレた。6月から7月の夏前のバスはどういう状態なんですか。うん、場所にもよるやろうけど、はい、もう卵を産み終わりました。はい、で、産み終わってやつれてるバス。そうなんですね。うん、でもやつれてるけど今から餌食うから、はい、割といい時に釣れるはず。お腹ペコペコで、小さなバスが動き出すからさ。あ、そうなんですか。それまで大きいのばっかりやったから賢いやつばっかりなわけやん。なるほど。まあとにかく騒がしくなってくる頃じゃ、適水温やん。うん、完璧やな。この竿ちょんちょんしやすいですね。そう、そう思って今回はそっちにしたん。先だけ揺れるやんか。
はい、だからやりやすいかなと。当たりないな。ないですね。そんなに生命感あるのにこの小バスは釣れないですかね。やってみ。3インチにしたら食うかも。小バスちゃんをなんとか釣ってみたいなと思います。それまあまあためになるかも。あ、来た。これ1日できますね。一番食ってほしいサイズの子が微動だにしません。多分それが水中でも繰り広げられてると思う。あ、めちゃくちゃ近くで見るじゃないですか。ダメですね。だんだん興味が薄れてるのが手に取るようにわかりますそのコメントよ。なかなか味があるって言ってるのはあかん、ツボにハマった。魚魚の後ろの魚我ながら感心する動きやな、これ。人玉みたいに見えます、ここから見たらゆらゆら。お、お、もうちょっとやのに、あ、味見よった、こいつ味ないって言うとる。じゃあ、あれ口入ってへんね。止めとったら今も食うたね。それでもだから見切られるってことはどういうことってなるやん。だから見えないところでやんの。そうですね、あれを見たら。だからその小バスを釣るのが目的じゃなくて、あ、バスでなんかこんなことしはんねんねって分かったら頭の中で妄想できるでしょ。でこういうのさ翻弄されてくるやんいや、それでも絶対見えてる、うん、食いたかったらスーッといく。さあ、じゃあ移動しましょう。はい。ここはなんか全然位置が違うから、中流やからさ、はい、全然違う場所っていうイメージ。さっきの場所は刺す場所でほらおらんところに刺すんやけど、ここおったらおるんやと思う。今使ってるのはダニーのネゴ玉ブラック。私はお得意のシズミムシをつけてもらいました。村上さん早っ。これあの段々になってんねんな。ちょうど減衰してるからさ、オーバーハングはないやんか。木とかブレークについてくれるやん、地形についてくれるから。はい、減衰してるとやりやすい。ぼんやり見えてる石も全部打ってこうか。ええ水深やな、深すぎず。ここはでも見えバスいないですね。いないね。そこなんかいい感じにちょっとガリガリみたいな、そうやんな、感じなんですけど。 それでいいと思う。ガリガリのところで綺麗に放置しといてあげたら。これか、遺跡はマチュピチュ。いそうでいないね。ちょっとやばいな今から海行こうかっていうぐらいやばいななんか欲しいな。何もなさすぎでしょ。生命感が全くないです。あのですね、梅雨に入りましたんでね、まあ、釣りの場には非常に良い時期と思ったら苦戦しましたね、これは。前半は見た感じではすごい釣れそうなんですけどね、はいはい、一般的に言いますとね、もうこう産卵から回復してきて良い時期やと思うんですけど、今回の標高の高いリザーバーは少し遅れてるのかも分かんないですね。なるほどね、はい、あと途中はもうちょっと小バスと遊ぼうと言います、そんな時間ありましたね、はい、村川さんもおっしゃってましたけども、はい、まあ釣れなくてもバスがどういう反応するかを見るだけでも勉強になりますよね。日々勉強ですね、はい、ご飯が楽しみです。じゃあな、これストックしてるはずや、絶対おるはずやで。風が強すぎて、ふぉ、高く投げてあかんてせっかく竿長いねんから横でライナーに投げたら飛ぶやん。上にしたら絶対ダメ。飛ぶやろ。お飛びました。そう、だからルアーがこの風やったらもう水面の上 1.5 メーターより上行かすことはない。ルアーが水に落ちる前に、はい、下
人差し指出すか、もし出されへんだら左手で止めたら、こうやってこうやって、今一瞬こんだけ老けてるやん、これをこうやんの、ほんなまっすぐなったやん、これがすごく大事、はい、ほんで今風こっち吹いてるやん、はい、こう吹いてるやん、こっから吹いてるやん、ほんならこれこの横でもこんだけ一応吹けるけど、完全風上だから風上がポイントになる位置までずれるやんか自分が、はい、ほんで今の投げ方こうやってこうやったらもうまっすぐやんか、ほら、はい、この状態を作らへんだらば、ここのゴリゴリ感たまらんけどな、今ハングオフでなんか食ったような気すんねんけどな、これ目線浮かしたら食うんかな、お、当たった、当たった、当たりました、今当たった、グーって持っていかれました、それはバスや、え、ボトムで食うた、多分フォール中だったと思います、あそれはだいぶええな、だから先浮かしたら食うのかなって言ったら、まあそこはちょっと気になってんの、ボトムにつけたら食わへんのかなと思って、ラスト1投長スパ脳進化 7.8 インチ、振りそうやん、まだか、まだ、もう3時って予報になってる、1ミリ何ミリ、絶対いそうなのにな、あ、当たった、びっくりした、当たった、当たったで、当たった、おお、あ、ちっちゃい、おー、ちっちゃい、沼崎部おお、バス、おったおったぞ、長スパパワーすごいな、やっぱじゃあこれ沈まへんくなったやん、だからなんか浮かすとかなかんのかなっていう感じ、こんなんとは思わへんだけどな、いや確かに、よしよし、すごい、よかった、やっとこんな可愛いやつがこんなに嬉しいとはもうだってバスと同じぐらいのサイズですもん言うたかこれやろう、はい、すごい、うん、長スパはそうなの、そんな長いの、うん、はあ、よかった、はい、釣りたいですね、切実に、やんできて全部が揃ってきたな、マジで、マジでバレました、でもツン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 ってしてたんで、いやもう絶対バスやな、当たり、立ち木のすぐ下だったと思います、 なんか立ち木におるよな、ちょうどいいところに落ちたんで、はい、バスかは分からないですけど、あ、よっしゃ、来た、やった、来た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 、あ、やったやった、早くおいで早くおいで早く、バレた、ちょっと焦りすぎましたね合わせてなかったななんかちょっと怪しい、返しまで行ってないわ、怪しい感じのやつやったんですけど、勢いでいけるかなと思ったお、なんやったら対岸届くな、これなかなか当たりませんね、バスおった、お、めっちゃでかい、全然プイやわ、天才くんばっかりか、全く反応せんな、後ろへ下がっていくな、ここにいたいのに邪魔すんなって感じ、はい、ということでお昼挟んで大移動してきたんですけども、うん、ここはね、はい、以前に加納恵美子と、新宮ダム行って、はい、あんまり釣れないなってなって、はい、ここへ来て釣れた、お、新宮ダムから金車庫にやってきました、はい、漁券を買って、最後2時間ぐらいしかないんだけど、はい、まあ今日はちょっと厳しいですね頑張ります、魚がつきそうなところがいっぱいある、これ夕方ありかも、
お、それはどういうところが美味しいんですか？要はあの流れがあるところにこんなスタンプがあるから魚が隠れれるやん、ついあの上がってきて、あれボイルやろ、ほら、おお、ピチャピチャしてますね。いやあれ固まってるの下から割れてるような気がするんだけどね。なんか凍ってほしいな。おお、ずっと騒がしいですね、うん、あそこ。なかなか夢あるけどな。あかん、見せかけのボイルに騙されたかも。お、水木様あっちまで行ったわけやな。さすがやな。いつ釣ってもおかしないねんけどな。彼女が悪いんじゃないな。そういうタイミングなんかな。万事休すやな。玉砕する？いいか坊主で。いや釣れましたよ一匹。いや坊主じゃない。あれな。私もバラしましたし。だって高級釣り竿を使っててさ、あの魚はなんか割り合わん気せへん。そうなんですか。なんとなくそういうもんなんですね。高級釣り竿の割にはちっちゃいと思わへん。費用対効果的な。一回対岸行ってみようか。とりあえずもう何でもいいから釣ろう。わ、バスや。ちっちゃいな、でも。マジか。どない？なんかいそうなんですけど、何もいないです。そう。ビビビっていうか。そやねん、この虫は忍ばしとかなかんねんな。簡単やん。いや、どうやろう。食った。お、出たね。え、ギルやったんか。いや、もう動かしたら食わへん感じやわ。なんかさすが水木様。よっしゃー。おー。よっしゃよっしゃー。すごい。あれ、私そこやったのに。じゃあ今見えた。うわ。よかった。まだ釣ってないな。最後まで。まだ釣ってないな。あ。よいしょ。やったー。ゲット。とりあえず。何で釣ったんですか？ビビビ中、北方。さっきのか。そう、とりあえずこいつはね簡単なんだけど、今日はねあのミミズで釣る予定やったけどね、うん、全くやね。泳いでるやつ降りましたわ。これももう完全アフターやもんね。これぐらいのサイズのやつが卵を守ってたんが終わったとか、産卵してたんが終わったとか、そんなんやね。お腹ポンポンですけどね。よし、はい、よかった。水木様、はい、すみませんでした。いやいやいや、もっと釣れると思ったんやけど、もう簡単になってるかなと思ったんだけど、はい、まあ、三条湖のせいか、下見もなしで来るとこんな目に遭いますね。はい、いやもう2匹釣ってますから。かろうじて。はい、ええー、魚がおったんやけど、やっぱりね、うん、まあ、賢いのと、あの賢いやつが口使うってなると、はい、他の魚ももっと入ってきてこの競争させる状態。なるほど。もうちょっと後やったやろね。失敗した。見えてる魚すごいでかかったですもんね。でかかったね、うん、もうなんかこんなんがいっぱいいましたね。私もまあバラしましたけど、うん、当たりあったので、ね、よかったね。十分楽しめました。はい、まるまる一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。日が長い。
いや今回はですね、さすがの村上さんもこう大苦戦でしたね。普段釣る方が苦戦してるとやっぱ面白いですよね。ですね。その時の考え方というのはいい勉強になります、ね、そうですね、はい、考え方を組み立てとかね、どうするのか、こんな感じ勉強になりました、はい、では今回のヒットルアーのご紹介、まずはこちらスパテラ 7.8 インチです、はい、ロングワームのスローなジャズアクションはビッグバスにすごい効くんですよね、はい、今回は新色の青ミミズと赤ミミズを中心に使ってましたよね。皆さん分かりますか、青ミミズ赤ミミズ、青ミミズ、なんか早口言葉言ってますけど、青ミミズ赤ミミズ、これ村上さんのこれこだわりですよね、はい、3インチ4インチ5インチそして 7.8 インチに採用されてますね、はい、そしてもう一つこちらヒットルアービビビチュー 1.8 インチです。これはいわゆる虫ルアーですよね、はい、トンボの幼虫ヤゴをイメージして作られたようです、はい、これからの季節に活躍するトップオーナールアーですよね。そうですね。あと水木ちゃんもね、残念ながら、まあ、ゲットはできなかった、まあ、バイトはありましたけどね、はい、あのなんかあの当たってる時にやっぱり風が収まって太陽かけてましたよね、はい、あの時がやっぱり地合いやったかもわかんないですね。地合い、地合いは短いですからね、気づけんと、はい、はい、本当にございますよ。これ変化がチャンスと言われてますもんね、福本さん。その通りです。変化がチャンスです、はい、これ釣るの名言ですよ。変化はチャンス、これを覚えてみましょう。皆さんご一緒に、変化はチャンス、はい、さて今回のポイントですが、ボトムで食わないバスをスローフォールと虫でということですね。そうですね、まあ、釣れたのが2匹なので何とも言えませんが、はい、重要なのはそういう考えに行き着くかどうかということですよね。と言いますと、あの村上さんはいろんな釣りを試しながらその日の状況をリサーチしてるんですよね、はい、その中でこれまでの経験値から一つの仮説を立てたわけですよね。なるほど、つまりこのボーッと釣りをしてたらダメだということですね、これはね、はい、そういうことです、はい、あのバス釣りは頭使わないと釣れない釣りですからね。そうです、いつもいつも考えてね、はい、あの手この手で、そしてこういうのをゲット、素晴らしい。いや本当に今回僕 VTR 見ながらね、おかっぱりも楽しそうやなと思って、僕本当に行きたくなってきましたよこれね。タックル一つでいいんでね、はい、手軽ですよね。手軽ですもんね、はい、さて来週はですね、おなじみ菊本都心プロでございますよ。恒例の菊さん一人旅、場所はなんと京都府のですね日吉ダムですけれども、何かビッグバスを狙うということやったんですが、奉納した、いやもうゲットしたなんて噂が聞こえております。おビッグバス確定ですか。はい、楽しみですね。何やね、ボーンとなったらしいです。来週までさようなら。一万点キャストや、うん、うん、何やこれは。いい魚かもしれませんね。こと、まあまあでかいし、めっちゃでかいですよ。